生活バス四日市の車両費の d s セ生活バス四日市とは、三重県四日市市で NPO 法人生活バス四日市が運行するコミュニティバスである。2002年11月1日に試験運行開始、翌2003年4月1日より本格運行開始。実際の運行は、三重交通四日市営業所に委託している。市町村など自治体の運営ではなく、 地域住民主体の NPO 法人によるコミュニティバス運行の先駆けである。その後、2004年に、第五コミュニティバス、2007年に、キララちゃん、2014年には、千葉ニュータウンでの生活バス千葉ニューなど、全国各地で、住民団体運営のコミュニティバス運行開始の動きが相次いだ。四日市市の羽根津地区には、三重交通の一般路線バスとして、 近鉄名古屋駅へのアクセス路線としての羽根津山線と近鉄四日市駅を結ぶ市出坂線の2路線が運行されていた。このうち市出坂線は利用者が少なく1980年代後半から赤字路線となり本数も大幅に削減されてきた。2002年2月、三重交通は5月末日をもって市出坂線を廃止することを 四日市市に通知し、市を通して地元である羽根津地区連合自治会にもその旨が知らされた。これを受けて、同年4月、市出坂線廃止の影響が最も大きい、羽根津イカルが町自治会で住民アンケート調査を行ったところ、バス路線がなくては困るという意見が多くを占めた。アンケート結果を踏まえ、同年5月に四日市市に対し、当該路線の補助を行うか、 代替手段を講じるよう要望したものの、四日市市側は近隣に、近畿日本鉄道名古屋線があること、他のバス路線があることもあり、補助はしないこととなった。このため、同年5月31日をもって、市出坂線は廃止されることとなった。市で坂線廃止を受けて、同年6月より、自治会と住民有志、沿線企業が中心となり、 生活バス運行の検討が始まった。その過程において、今ある交通機関を代替するだけではなく、自家用車を使えない、使いにくい住民の生活の補助だけではなく、新たな公共交通機関のニーズを創出することを目標として、費用は地域企業からの協賛金を得て、地域住民が主体である公共交通機関の運行、企画に携わることとなった。 同年7月には、四日市市内の近隣地区、東樽坂町も計画に参加している。同年9月、任意団体、生活バス四日市運営協議会を設立し、バス路線のルートを決定。翌10月には、羽根イカルが、町、東樽坂町で、運行説明会を行っている。同年10月、道路運送法、第21条に基づく廃止代替バスとして、 路線の申請を行う。2006年改正前の同法においては、21条バスは市町村が運営することが原則となっており、市民団体による運行は前例がないとして国から許可が降りるまでに、右与曲折を経た。同年10月27日に出発式を行い、同年11月1日より試験運行開始。地元企業から協賛金を集め、試験運行中は、 無償で運行を行っていた。同年12月、運行主体の生活バス四日市運営協議会を生活バス四日市として NPO 法人申請を行う。2003年3月20日に NPO 法人として認証を取得し、同年3月27日に21条バスとして路線認可を得たため、同年4月1日に NPO 法人、 生活バス4日市を設立し、本格運行に移行した。本格運行開始にあたり、一乗車100円の運賃で優勝の運行となり、新たに行政から支援を受けることとなった。利用状況は、無料試験運行時においては、平均70から80人程度であった。本格運行に移行後も減少は見られず、平均90から100人程度と増加傾向にある。 NPO 法人の運営状況は、終始は、以下の通りとなっている。起点の、霞ヶ浦駅霞ヶ浦クリニック停留所がある、近鉄名古屋線霞ヶ浦駅2007年5月1日、路線変更。茂坂公会堂へ乗り入れ開始。2010年10月1日路線変更。大屋台へ、路線延長し乗り入れ開始。大人、小児とも一乗車100円均一運賃制。 交通系 IC カード、三重交通の乗車券類は使用不可。支払いは現金のほか、専用回数券、生活バス四日一専用定期券、生活応援パスのみ、三重交通の小型バス、日のリエッセを用いている。2019年現在、四日市営業所の日のリエッセ6661号車が多用されている。 2002年11月1日の試験運行開始時は、三重交通の日のレインボー RB も使用されていた。生活バス4日1の先駆的な取り組みを受け、他地域にも住民団体によるコミュニティバスが波及した。ありがとうございます。